タイガーファンディング新しい未来をつかみ取れ水谷さんの強みはおしゃれなデザイナーとつながっているということでよろしいですかそうですねなんでしょう個人的なこれが私の強みですというのは今正直ないかもしれないです<ー>、はい、潔いですね、はい、そうするといや僕もこれしっかり見たのは初めてで、はい なかなかお得そうで面白いビジネスだと思うんですけど、はい、他のもうね、コンテナショップを長くやってるところの方が詳しかったりとか、販路を持ってたり、出資のしがいがあったりとか、あるんじゃないかなって思っちゃって、はい、そこを覆してほしい、ね、多分、虎の皆さん、そう思ってるんじゃないかなって思うんで、はい、おしゃれなデザイナーさんと繋がってますだけじゃちょっと弱いですよ。そうですね。実際にね、はい、でも今、戸建てを建て、販売する会社さんに勤められてる。はい っていうふうに資料書いてあるんで、いろいろその。まあ一般人よりはだいぶ詳しいんじゃないかなっていうふうに。そうですね。そういったところの知識は詳しいので。例えば、他の方が後々コンテナハウスに参入してくる時とかも。多分、他では出せないような金額ですとか、ここで。原価を下げれば、あの売り値がもうちょっと下げれるとか、そういったところは。あの頭が働くと思いますし。 やっぱり今までその職人さんとか大工さんとか結構付き合いが長いんでいろいろ協力できてよりいいものが生まれていく可能性はあるんじゃないかなというふうに思っていますさら、えー、地に、はい、まあコンテナー株式会社クリーム本舗代表吉野茂スイーツ専門店クリーム本舗小コハジェラなど10店舗を経営飲食店サポートから重機備品の卸コンサルティング事業まで拡大を続け目指すはフランチャイズ全国展開 スイーツ界のホープが口にするのは甘い言葉か、あたまたビターな言葉で責めるのか。さらちに、はい、まあコンテナの、えー、まあ、飲食店をポ,こうポンと置くじゃないですか。はい、でそのさら、えー、そそこで店舗運営がうまくいかなくて移転したいと。はい、そうなった場合、そのコンテナそのまま持っていけるんですか。持っていけます。その費用は？その費用大体二十万円です。<ー>はい、二十万円から三十万円です、ね、距離によります。あのトレーラーに載して 運びますのので飲食店とかの反論もあるんですねあるのはありますねそういったところもやっぱりメリットかなと思ってて例えばお店を出して失敗しても中古店中古のコンテナで販売できますし、はい、別の方がじゃあ別のところでやりたいってなった時にそこ私が仲介に入ってあの運んにすることもできるんでいいかなとは思っています。それ移動費が20万円、はい さらにそこから設置まあ給排数の設置、はい、ガスの設置とかなるともっと上がってくると、ね、上がりますねプラスで4五5 0万かかると思います50万はいじゃあですね、はい、学習塾業界のトラ政党後継者株式会社エイバー代表林直弘年商100億日本初授業をしない塾武田塾の教場数は全国300校を突破フランチャイズで全国制覇を成し遂げたトラは何を求める その強みとかが知りたいんですけど、はい、逆にまあないとね潔く教えてくれたのはすごい好感度は逆に高いんですけど、はい、水谷さんがどんな状態だったらどんな能力を持ってたり、ね、そういう状態だったら僕たち出すと思いますイメージできますそれがこういうものを持ってますって言われて、ね、こういう状態ですって言ってその条件が満たされてもおそれなら出そうって思うものって何だと思いますんう何でしょう 難しいですかね。か今がなくても、それが答えられたら、センスあるかなと思ったんです。はい、正解はですね。はい。おしゃれ、おしゃれなトレーラーのインスタのアカウントを持ってて、いろんなトレーラー紹介してると。おしゃれですと。それは、うん、で、面白いじゃん、おしゃれじゃんっていうことで、そのインスタのアカウントのフォロワーが何万人もいたら、あ、これ出そうって思いますよ。あなるほど。はい。例えば。はい、そういうような状態だったら一番いいんですよね。はい。それをお金出しても即売れるなっていう。はい、もう販路ができてるなてい、ね、はい。 まあ難しいですよねすそういうのを作れます作らますねそれがあったらお金出ますよ、はい、例えばさっき言ってたその100万円の原価が70万円で、えー、そのデザインコストとかがかかってきて、はい、ちょっと上がってくる、はい、でこれ、まあ、いろんなおしゃれにするこのデザインとかこだわっていくとこの材料とかにもこだわっていかないといけないんじゃないかなと。はい そうなってきたら、もっともっと原価があっていけ。はい、他社と変わらない価格になるんじゃないかなって。思ったんですけど。もちろん、その可能性はあります。他社とはまだ合わさない。そうですね。ただ、一番今高いところで、やっぱり二百五十万円とかで販売してたいい。はい。まあ、確かに、そこに並ぶ可能性はありますね。こだわる方であれば。けど、その分、おしゃれるなんですよね。 逆にめちゃめちゃおしゃれで便利で他社よりも高くても売れるぐらいがいいですけどね僕はねそうですね何かそこで何かブランド化じゃないですけど、うん、うちだからこれがありますっていうのをちょっと今後やりながら見つけていければなとは思っています誠実に質問に答える志願者他社との差別化がオール・オア・ナッシングの鍵を握る男はどう勝負に出るのか つまり今は特に他社にに他いいてる武器がそんななでですすっうことかね今は正直ないです,いです逆に今水谷さんがすでにある会社さんがデザインがダサいとか値段が高いとかって思ってるわけでもない思ってますね思ってるじゃあそれは超えていけるっていうのはそこでちょっと差別化を考えようっていうのもありますね今後積み上げていくってよりはもうすぐにできるよみたいな感じなんですか すすぐに人さえいればできますね結構歴史が浅いんですかねこのコンテナハウスっていうのは浅いと思います何年ぐらい本当にまだ始まって10年ぐらいだと思いますああ<ー>っていうのはまだ研究されきってないんじゃないかみたいな、はい、されきってないと思いますね、うん、ただ海外ではすごい主流ですごいおしゃれなんです<ー>っていうのもイギリスでも見たんですかイギリスでは見てないです見てない <laughs> はいあの北欧の方で見ましたあのオーロラを見るようで コンテナが設置しあったんですけど、まあここに載っている写真はまあ外壁全部あるんですけど、建築用のコンテナってその柱と梁がいいんで変な話全面ガラス張りでもいいんですよ。そういったおしゃれなこともできるので、ただ日本でそれをやっているところとかがないので、そういったところを他の業者との写真とかを見て、あじゃあデザインが売りですね。そうですね。これは本当そうだと思います。うん、好きな人となそのデザインがな調べたら出てきますか。はい、あの一応ここに。 QR コードを貼り付けてますので2枚目の裏ですねそれで海外の方の、えー、右側の QR コードを読み込んでいただければそのデザインの豊富さが見ていただけるかなと思いますそれは海外ですねめちゃめちゃすごいのいっぱいありますねなんか斬新なそうなんですこれ本当にコンテナ コンテナです海外はそのコンテナを組み立ててなおかつそこで木で屋根とかを作ってるんでコンテナには見えないんですけど中は本当にコンテナですね、うん、スーパーカスタマイズドコンテナこれやばいっすよね <laughs> 見ました見ましただそういったのを日本でできれば今とか本当にインスタ映えじゃないですけど、うん、そういった時代なのであときめくこれは、うん、例えばあまり見かけないんですけど普通の日本の戸建てで例えば水色とか あとはあの梅津和夫さんの赤と白のお家とかご存知ですかはい有名ですねああいったものを例えば今戸建てでやってもちょっと奇抜に見えるかもしれないんですけどコンテナハウスだとそれが僕おしゃれに見えると思ったんですよ水色でも黄色でも例えば赤と白のボーダーでもそういったところにちょっと可能性を感じていますおしゃれだね日本で発注したらできないんですかこれは 今のところは多分できないと思いますっていうのも建築の法律がちょっと厳しいので日本はお<ー>海外は自由なんですよそうせ結局水谷さんでもできないじゃないですかいやあのガラス張りとかであればできます高さとかの規制があるんで<ー>日本は例えばそのすごく長い屋根をつけるとかはできるのは本当に地方の建築のその法律が適用されないところとかじゃないとできないのはできないですあエリアによってできる範囲は変わるし日本のが鳴らしたら狭いけど いいろろアレンジはでできるってことですねなるほどなんかえっ、ー、とですね今日本の業者でそういうところがないから水谷さんがやりたいっていうことなのかなと思ったら、はい、根本的に日本の法律が厳しくてできないって言ったら、はい、なんか結局できなくないですか、はい、できますねのそは,はい <laughs>、ね、できます <laughs> 例えばこのインスタ見てください「おしゃれなトレーナーいっぱいあるんですよ」おおしゃれだねこれ可能性あるなおお出そうかな」と思ったら「いや日本法律で厳しくてできないですよおお」みたいな感じ <laughs> えーとかそこに関してはちょっと。<laughs> 語弊ももあったんんでですすすけどはい、はい、法律をクリアさえすればできます、うん、もちろじゃあその法律をクリアして現状他の業者で日本の業者でこのおしゃれなあのこの海外のやつをこれと同じの作りたいんですって見せたらできるとこはあるんですか今、えー、ありますね実際ここに写真を載せている暗いお、うん、黒いお家の家のところは、うん、あのできる力はあるんで結局それがあっちゃったら水谷さんの存在意義はなくないですか 僕はちょっと他でいろいろやりながら考えようとは思ってますけども。ほうだけどね、まあ、あの潔が良くて好感度は高いんですけどちょっと水谷さんの存在意義を。それはそうですよね。あとはですね何でしょう、まあ、デザイン性もそうなんですけどもやっぱり自分ももともと、まあ、IKEA のアルバイトも。 ししてましてま、oh. そういったところでやっぱインテリアっていうのはすごい好きであとはもう海外のアンティークショップとかそういったところに今でもつながっているところはあるんで細かい内装ですとか他ではできないようなところただ何でしょう営業がすごいとかそういった僕はここがすごいんですっていうのは正直今はっきり申し上げられないのでまあ他でそういうスキルを持った方 協力しながらちょっっっととといいいものを作っててけたらなとは今思っているところです僕なんかまだあの歴朝の業界ということで歴史,歴史が新しい事業ということでこれは別に逆に言うとその完全にポジション取ってるところがそんなにまだ力が強くないっていうんであれば、はい、全然新しい人がこれをやりたいっていうだけでチャンスとか価値にもなりえるかなと思うんですけど。はい それには、ちょっともうちょっとご経歴を詳しく聞きたいなっていうところが、以前、法人設立をして、2回設立したんですかね、はい、法人を。えっと、1つ目は、私は設立じゃなくて、はい、まあ上司が立ち上げた会社に一緒にいるか 1>, ああ1個だけですね。はい。で、ふご友人と起業した時の話をちょっと詳しく聞きたいです。ですね、これ、経営者として、なんかどんなことができるんだろうとか、はい、どういう経験をなさったんだろうっていうのを知りたいです。はい。えっ、ー、と、そのテニス関係の会社を立ち上げた時にですね、 まあえー、フランスとマレーシアの、まあ、テニスのラケットの工場のところにですね、まあ、電話をしてアポ取って実際にまあ行ってきましてそこでまあ値段の交渉ですとかを全部私の方でやりまして、まあ、一番最初これ、まあ、テニスの楽天ですとかアマゾンですとかヤフーとかで販売したんですけどもそれもあの始めたのは私たちが日本で一番最初の,あのビジネスでした。 っていうのも日本でまあ例えば3万円で買えるラケットを自分たちが1万5000円で売るそういったビジネス格安のまあ携帯みたいなイメージなんですけどそういったことを始めましたね自分自身に大きな強みはないと話す志願者しかしその潔さが虎たちの心に響いている次回最終話衝撃の結末を 見逃す、ね、実際売れそうなんですかねどうやって営業するのかなと思って、はいえっと、実際に